ここからは第六回ファンクラブバトル優勝記念バフォメットのゆるゆる一人語りのお時間です進行は私バフォメットでお送りいたしますよろしく いと一緒に暮らしているのでこんな風に人前でスピーチをすることに慣れていないんですうだからちゃんと皆さんにお話ができるかどうか心配でうああでもちゃんと対策はしてきました実は ジ <laughs> じゃあ、メモを持ってきたんです前回の優勝者のカーゴイルさんからアドバイスをもらったんですよ緊張して言葉に詰まっちゃうかもしれないって相談したらメモを持っておいたらいいと教えてもらいましたこれがあれば緊張して言葉に詰まっちゃってもなんとかなると思うんです うん、まだ緊張はしているんですけど皆さんにお礼を言いたいので頑張りますねだから今日はどうかよろしくお願いいたしますあまずはファンクラブバトルの様子を振り返っていきましょう安心してくださいこの振り返りには資料がありますカーゴイルさんも この資料のおかげでスムーズに進行できたと言っていましたううまく読み上げられるかは分かりませんが頑張りますでは早速読み上げていきますね <laughs> 第6回ファンクラブバトルは前回に引き続き序盤は熾烈な戦闘争いが繰り広げられた 最初の8時間でバフォメットピシウスマステマバッサゴといった面々でなんと6回以上トップが入れ替わった <laughs> そうなんです今回は最初からすごく移動が激しくて順位が変わるたびに心臓が飛び出ちゃうほど緊張しました前回と同じで。 開幕が一番慌ただしかったかもしれませんねでもその後も緊張の連続でした投票が落ち着いた翌日の昼頃にはバフォメットが1番手をキープしバッサゴサトリアアストラトといったメンバーが2から4番手を争っていたそしてバッサゴが1つ抜け出し フォメットに接近していくしかし最終的にバフォメットがその後一度も1位を譲らず優勝となった投票期限ギリギリまで得票差が開ききらず白熱のファンクラブバトルであった、うん、読んでいるだけであの日の緊張がよみがえってきました。 みなさんも参加されてドキドキしたかと思いますがどうでしたでしょうかあっそういえばポテンシャル賞の方でも今回は新しい方が入選されていましたねごほんポテンシャル賞については投票期間終了3時間前までは1ドラコ2鈴鹿かご 3位創造主様というラインナップであったが投票期限終了直前にマンドラゴラに大量投票がありギリギリで3位にマンドラゴラが飛び込む劇的展開になった <laughs> 最後のマンドラゴラさんへの投票の追い上げは。 ポテンシャル賞上位を逃してしまったがなんとラッキーセブン賞を受賞するという結果になったさすが創造主様である <laughs> はい本当にさすがです創造主様。あの日は公務を免除されて地上に来ていらしたのですごく嬉しそうにしていらっしゃいました あこれは公平性に欠ける資料のような気もあ,あい,いえなんでもありません <laughs> 次回のファンクラブバトルではヨルムンガンドやフェンリルといった面々が新規参戦となりますます目の離せない展開になっていくだろうウフフ 参加する人が増えていきますね次のファンクラブバトルも盛り上がる予感しかありません <laughs> あ,あ、もう始まっていましたか <laughs> さっきまでディレクターの方と 優勝が決まってから何があったのかを話していたんです1位を取った瞬間はびっくりしすぎて声も出ませんでしたそんな私にバサゴさんやアストラトさんが「大丈夫と声をかけてくださったので「夢じゃないんだ」って実感できたんです後日優勝のお祝いとして。 ベルゼブブさんとキシさんにたくさんの料理を作ってもらいました <laughs> 私が育てているヤギさんから取れたチーズや牛乳を使ったグラタンやシチューを大きなお皿やお鍋で作ってもらったんですよ <laughs> それを会場にいた皆さんを呼んで一緒に食べたんです今回は 順位の入れ替わりがずっと激しかったしきっとみなさん疲れていると思ってだから岸さんたちにはわがままを言ってしまいましたが大きな料理を出してもらったんです大事に育てたヤギさんたちのお父で一生懸命作ったものをみなさんがおいしいって言ってくれて嬉しかったです <laughs> 大勢の人がいる騒がしいところは少し苦手なんですが皆さんが楽しそうにしているイベントはとても楽しくてずっとこのままならいいのにって思っちゃいました。 マステさんに抱きついちゃいました <laughs> アイちゃんの手品もキラキラで楽しくって <laughs> 二人のおかげで特別なお祝いがもっと特別になりましたあみなさんどうやら。 最後ののコーナーナようですもう終わってしまうなんて寂しいですがちゃんとファンクラブバトル後に届いた歌よりは。 フルーツサンデーさん、うん、<laughs> ではラジオ局に行くとするかソーセージュ様フルーツワールドの創造主様のような方ですよねその方の声と書いてありましたが私はお会いしたことがないので。 創造主様の声でやってみましたん、似て、いましたか、フルーツサンデーさん くずりさん。バフちゃんおめでとう！くずりさんありがとうございます。次はあハンドルネーム狩猟さん。この時を待っていた。えい、資料さんお待たせしてしまいました。ですが、皆さんのおかげで優勝することができましたよ。ありがとうございました。 次、読ませていただきますハンドルネームアルファ7144さんぱフォちゃんおめーあ、アルファ7144さんとお呼びして大丈夫でしょうか <laughs> すみません普段見慣れない文章なので少し自信がなくて <laughs> お祝いの言葉、ありがとうございます次ハンドルネーム、ソルマルさん1位、おめでとうございますやったー <laughs> ソルマルさん、ありがとうございます私もすごく嬉しいです んとお呼びしても大丈夫でしょうか から何うかのおたよりで「バフォちゃん」と呼んでもらえて嬉しいですお祝いしてくださってありがとうございます次はあハンドルネームきし男さん優勝ししただ デラさん。バフォメットさん、ついに1位おめでとう。本当に良かった。<laughs> レラさんありがとうございます。私も皆さんの応援に応えられて本当に良かったです。あ、ベラさんにはなんといつもお便りをいただいています。そちらもご紹介させていただきますね。改めて。 ロファメットさん1位おめでとうラジオ楽しみ <laughs> ラジオも楽しみにしてくださってありがとうございます今日のラジオはどうでしたか楽しんでくださっていれば なってしまいましたね普段私は山の中でヤギさんたちと一緒に暮らしているのですがミルクを卸しに町へ行ったり牧場を訪れる人を案内したりしているんですあ、あ、急に何の話かって思っちゃいますよねえーと最後に 皆さんに何を伝えようかと考えていたんですさっきも言った通り私は山の中で暮らしていますだから町よりは不便ですしいろんな人に助けられてヤギさんたちと暮らしているんですよ <laughs> そんな風に普段いろんな人に助けてもらっている私ですが今回のファンクラブバトルでも 大勢の皆さんに応援してもらいましたそれにこれまでのファンクラブバトルで毎回高い順位でいられたのも今回優勝できたのも今度こそと頑張ってくださった皆さんのおかげです本当にありがとうございます私も 何か皆さんにお返しをしたいだからできることはないかと考えてみたんです自分にできることそれは皆さんが疲れた時静かなところへ行きたいと思った時に豊かな自然とヤギさんたちでお出迎えすることだと思いました 想像してみてみください芝生に手足を伸ばして寝転がって青空に浮かぶ雲が変わる様子をぼんやり見つめたり搾りたての牛乳を飲んでヤギさんたちと一緒にのんびり散歩をするそういった時間を皆さんに過ごしてもらえたらと。 思うんです私にはこんなことしかできませんがもしよかったら私と一緒に山の中でゆっくりしましょうあさて本当にお別れの時間になってしまいましたね最後に改めて 第6回ファンクラブバトルに参加してくださりありがとうございましたこれからも皆さんと一緒に頑張っていきますので応援してくださると嬉しいです <laughs> このイベントに参加してくださった皆さんこのラジオを聴いている皆さんの幸せと日々の豊かさを祈っています <laughs> それでは本日の第6回ファンクラブバトル優勝記念パフォメットのゆるゆる一人語りは私パフォメットでお送りしました <laughs> それではまたお会いできる時を楽しみにしています <laughs> ကြိုဆိုပါစေရေဂျာကမ်ဘီယံနော်